ここがウェルグローブ。西大陸一の大貴族アルロンドのいる町か。さーて、気合い入れて突っ込むとすっか。大貴族のアルロンドさんとやらによ。大陸一の商人街って聞いてたが、なんか思ってたより人通りは少ねえんだな。まあアルロンドを探しがてら町の様子も覗いてみるか。どうです、この純銀の彫像。なんとあのオアーズラッシュさん、鑑定書付きの本物です。へえ、いいものなんですね。おいくらですか？一体50万リーフですが、お安くしときますよ。やめときな、純銀なんてデタラメだ。なんですと？何を根拠に？本物の銀はデリケートでな、日に当てると黒ずんじまうんだ。黒ずみもせず輝いてもね、その辺のクズ鉄だろ。貴様何者だ？旅の商人パルテティオン。オアーズラッシュは俺の故郷だ。うちで取れた本物の銀だ、覚えとけ。チックショー。助かりました、素晴らしい知識をお持ちで。まあな、商人にとっちゃ知識は命だからよ。あなたは本物の商人らしい。ぜひ一杯おごらせてください。蒸留酒なんてどうですか？この町の名産なんですよ。お、いいね、一丁やるか。そういや、あんた、なんか探してたのか？いえ、特には。ですが、強いて言えば、宝探しですかね。たまに露店を覗いてるんです。見る目はないですが。いいと思うぜ。見る目ってのは養われていくもんだろ。僕は、この町長いんです。昔は人と物であふれていて賑やかな町だったんですよ。時代の流れってやつか。飲まれるのは酒だけにしときたいものです。パルテティオさんはなぜこの町に？ちと探しに来たんだ、アルロンドって人をね。なんと、アルロンド。彼は西大陸一の富豪です。シルクでケツを拭くらしいですよ。シルクで？金をいくら掘っても足りねえぞ。拭いた後のやつでいいから買い取りてえな。ね、要するに彼は住む世界が違うってことです。価値を認めない人間には会う時間も惜しむそうです。さすがはシルクだぜ。なんとかつてがねえもんかな。
僕が知ってますよ。でもアルロンドの目はフォアグラのように肥えてます。目立った商売の実績でもあれば認めてもらえるかも。商売の実績か。てなわけよ。なんと、あのドロップホップ造船所の船を。あそこの先代棟梁は伝説になるほどの名将でした。手掛けた船は美しさもさることながら船足も素晴らしいと聞きます。多くの豪商がその船を求めました。だが棟梁はいくら大金を積まれようと認めたものにしか船を作らなかった。その造船所との商談を取り付けるとは。やはりあなたは本物の商人のようだ。アルロンドもきっと気に入りますよ。へへ、ありがとさん。僕が取り次ぎますから、後で彼の屋敷に来てください。屋敷は町の北側、坂を登ったところにあります。さて、客が食いつくといいが。ま、アルロンドの屋敷に行ってみるか。パルテティオ様ですね。お話は伺っています。アルロンド様の書斎へご案内します。あ、ありがとうさん。さあ、こちらでございます。ん、あんちゃんじゃねえか。こんなとこでどうした？迷子になっちまったのか？迷子ね。やはりあなたは面白い。アルロンドのメガネにかなっただけのことはある。ようこそパルテティオ。私が大貴族アルロンドだ。え、ちょ、あんたがアルロンド？どういうこと？悪く思うなパルテティオ。訳あって庶民に扮していたのだ。私は西大陸一の金持ちだ。この姿だとみないい顔をする。ありふれたものへの態度にこそ人間の本性が見えるというものだ。
なるほどな。悪趣味だと申しているのですが、まったく困ったものです。許せ、ミシャ。君は凡客の商人とは違うようだ。それゆえにここにいる。さて、私に用があるというなら、大なり小なり金の話だ。パルテティオ、君もそうだろう。まあ話してみたまえ。その通りだ。じゃあ遠慮なく。俺は蒸気機関を買いたい。そのために金がいる。蒸気機関とは、これまたハイカラな。時代を担う動力として私も注目していたところだ。ああ、すげえ力を秘めてる。世界中を豊かにするほどのな。だが、今は権利が独占されちまってて、人のために使うことができねえ。俺は商人だが、金より大切なものがあると信じてる。人の幸せだ。そのために商売をしたいんだ。だから俺は蒸気機関の権利をまるっと買い取ることにした。なかなか興味深い。して、気になる値段は？800億リーフだ。800億？安い買い物ではないらしい。が、一向の余地はある。アルロンド様！蒸気機関があれば、もっといろんな仕事が生まれる。金を稼ぐ手立てがねえやつら。そんなやつらを蒸気機関の力で食っていけるようにしたい。で、世界中のみんなにいい暮らしをしてほしいんだ。なあ、アルロンドさん、その未来に投資してくれねえか。パルテティオ、君は面白いな。だが、私の財布の紐は硬い。君をしっかり品定めさせてもらう。へえ、なんなら脱ごうか、あんたみたいに。や、いや、結構だ。どうせ脱がせるなら、ウェルグローブだ。ここを一皮剥いてほしいのだ。かつて町は活気に満ちていた。だが景気は移り変わり、不況が訪れた。それにとどめを刺したのが私の父だった。何をしたってんだ。町に金をばらまいたのさ。活気を取り戻そうと。だが、金を得た町人たちはどうしたと思うね。ある者は働かなくなり、またある者はよそへ移住し、町は悪くなるばかりだったのだ。金とは実に無力だ。その腕で町をよみがえらせてみろ、パルテティオ。それができたなら、君の未来に投資しよう。ただし、その過程で私は一リーフも支援しない。上等だ。やってやるぜ。俺が誠心誠意この町を立て直してやる。うん、期待しているぞ。おっしゃ、
早速商人街を見てくんぜ。だよ。絨毯。大安売り。大特価。おいおい。居眠りしそうじゃねえか。おう、あんちゃん。ちょっと貸してみな。品質じゃねえか。俺がもっと高く売ってやんよ。さあ、そこのご婦人、ご注目だ。この絨毯、ただの絨毯と思ったら大間違い。この文様、見覚えがないかい？あのティンバーレイン王国の模様だ。こいつはまたとない一級品だぜ。なんだなんだ。それが今ならこの値段。この木を逃したら大損だぜ。一つちょうだい。私にも頼む。毎度あり。どうよ、元の値段の倍で売れたぜ。あんたすげえな。商人を司る神様、新商伯ビゲルガン様みてえだ。しおれた顔してたら売れるもんも売れねえよ。てめえの商品に自信を持ちゃお客にも響くってもんだ。おお、なんかやる気が出てきた。なるほどな。客が来ねえのは商人の熱が足りねえからだ。だが、小さな種火も集まりゃでけえ焚き火になる。だったら、町中の店を一つに集めて商売するってのはどうだ。辞めちまった店の後をパパッと改装して。うん、いける。いけそうじゃねえか。とするとだ、ちょうどいい場所は。ん？あれは。邪魔するぜって空き家か。ほほー、おあつらえ向きじゃねえの。よっしゃ、ここを改装すりゃいけそうだ。もう一度ここを客でいっぱいにしてやんぜ。そうと決まれば、早速商人を集めてこねえとな。
兄貴、ここはどうしやす？入り口が狭えな。よし、この壁は取っ払おう。その方がお客さんが入ってきやすいからな。はい、兄貴。さまざまな商人たちを一箇所に集めるとは興味深い新しい商売の形だな。その名もアルロンド百貨店だ。百貨が揃う店か。なかなかいいセンスだ。だろ、アルロンドさんよ。押してくれ、アルロンドでいい。聞きました、聞きましたよ、パルテティオさん。おお、どっから湧いた新聞や。特ダネあるところに記者あり。錆びれた商店街にまさかの希望の炎。旅の商人パルテティオの新事業とは。この素敵なお店をぜひ宣伝させてください。え、いいのか。私には兄がいるんですけど、よくこう言ってたんですよ。世界にはさまざまな理由で苦しむ人がいる。私は彼らが幸せになれるようなお手伝いがしたい。そのために記者をやってるんです。あなたと似てますね、パルテティオさん。オリ、あんたいいやつだな。ほら、こいつ持ってけ。開店前の大サービスだ。なんと、いい記事書かなきゃ。賑やかになってきたな。みんな、ありがとうさん。おかげで立派な店に仕上がった。兄貴、肝心の棚が寂しいですね。その百貨ってのはどう仕入れるんです？心配いらねえ、俺が集めてきてやんよ。その間ここはお前らに任せたぜ。店になるぜ。誰かに見られてたような。まあいいか。さあ、仕入れだ仕入れだ。百貨店の商品にふさわしいもの。俺が過去に訪れた町に何かあったはずだ。さて、まず向かうべきはあそこだ。来たぜ、トロップホップ。ここでの仕入れはどうすっかな。この町のコーヒーは別格ね。
ああ、王様に献上できるほどの上等品さ。コーヒー豆か。芳醇な香りにきっと客も惹かれるはずだ。よっしゃ、第一の目玉商品はコーヒー豆だ。ありがとうさん。次に向かうべきはクロックバンクだな。フロイドの顔も拝めるしちょうどいいぜ。おや、パルテティオさん。調子はどうだ。おかげさまで元気にやってますよ。そりゃよかったぜ。なあ、一つ聞いてもいいか。もちろんです。僕でよければ何でも聞いてください。この町の特産を探してるんだが、なんかないかな。なるほど。でしたら懐中時計はいかがでしょうか。懐中時計、そんなもん作ってたのか。ええ、時計塔があるようにこの町は時計に馴染み深いんです。いけるぜフロイド。第二の目玉商品は懐中時計に決まりだ。最後の買い付けに行くとするか。始まりの街、オアーズラッシュだ。おお、パルテティオじゃねえか。たく、手紙もよこさねえで。それで一体何の用。今日は商人として親父に話があるんだ。ほう、面白い話だろうな。世界中の百貨が揃う商店、その名もアルロンド百貨店。そこにこの町のとびっきりを置かせてくれ。とびっきりの銀細工を売ってやる。ありがとうよ、おやじ。よし、商品はこんなもんで十分だな。百貨店に戻るとするか。
うんうん、盛り上がってきたな。ぼちぼちアルロンドに報告しに行くか。へへ、きっとたまげるぜ。見つけたぞ、パルテティオ。おい、なんだこれ。霧？なんでこんなとこに霧が。おいおい、アルロンドン地が真っ白じゃねえか。何が起こってんだ。家ん中も霧だらけかよ。しかしこの霧、なんか普通じゃねえ。すっげえ蒸すぜ。パルテティオ様。執事さん、おい大丈夫かよ。霧の中から妙な機械を持った男が襲いかかってきて。なんだと？そいつはどこに行った？アルロンド様のお部屋に。この私がついていながら面目ありません。パルテティオ様、どうか。任せとけ、執事さんよ。俺が何とかする。待ってろアルロンド、今行くぞ。アルロンド。来るなパルテティオ。霧の中に何かいるぞ。マジかよ。ここは危険だ。私はいい。君は逃げなさい。悪いがそうもいかなくてな。敵がこの中に。何がいるってんだ。しかし、蒸すな。この霧、どっかで似たような。そうか、こいつは蒸気だ。だがなぜこんなとこに。ふっ。霧ん中からこそこそ来やがるか。どちら様か知らんが、礼儀がなっちゃねえな。上等だ。相手が霧だろうが関係ねえ。この喧嘩、勝ったぜ。来な。出番か。足止めさせてもらう。
どれを。行くぞ。ふっ、戻れ。行きますか。傷を癒した。ありがとうさん。やれやれ。聖火の光を輝きたまえ。行くよ。こちらの番だな。おめえ。かかってきな。マジで行くか。こっからだ。火炎よ、焼き尽くせ。失礼しちゃうよ。しっかりね。ここからだ。足止めさせてもらう。かかってきな。任せろ、パルテティオ。さあ、ですよ。どうですか。さあ、フクロウ。いいでしょう。はい、ほらほら。任せろ、パルテティオ。行くよ。蛇は素早いよ。フクロウ。掃除する。遊びは終わりだよ。投稿しエベルよ。やる。あんたはおやっさんとこの師匠サースティーだ。相変わらずムカつくガキめ。貴様のせいで私はロック様に首を宣告されたのだぞ。え、そうなの。許さん、パルテティオ。貴様を倒し
アルロンドとの取引を破談にしてやる。そうすればノック様は私をまた認めてくださるはず。よくわかんねえが売ったのはそっちだからな。喧嘩は手加減できねえぞ。いざ。使わせてもらう。かかってきな。どれよ。キイ！くっしょ。パルテティオ。聖火神の御業で救いたまえ。やめんなよ。やれやれ。傷を癒やしたな。そうよ。こっからだ。はっ、バレバレだ。さあ、ここからだ。とどめだ。ブラボー光。傷を癒やしたのは誰。こちらの番だ。このネクサン行くよ。悪いぞ。投降しエベルよ。よっしゃ。決め。マジか。マジで行くか。いいでしょう。傷を癒やしたな。すまない、テメロス。掃除する。ここからだ。これでどうだ。行くよ。やれやれ。はい、どうぞ。ナイス、テメロス。こちらの番だな。はっ。やったやった。ちょっと待って。どれよ。キャイク。失礼しちゃうよ。足止めさせてもらう。遊びは終わりだよ。
ないね。まずいですね。傷を癒したね。ナイス、テメロス。おいっと、感情やってやるぜ。排除、排除、排除。ドローだ。さあ、まだ死ねない。傷を癒したな。行くぜ。信じてましたよ。テメロス。悪いな、光。足止めさせてもらう。よっしゃ、はっ、ここよ。出番か。やっ、ドローネ。さあ、悪いね、光。行きますか。傷を癒したな。よっ。掃除する。こっからだ。はっ。行くぞ。ここから来た。殿のために。熱弾。行くぜ。どれを。行きますか。使わせてもらいます。いざ。掃除するか。やっ、よっしゃ。狂乱よ、巻き起これ。さてと、それ行くぞ。大検証ブランドよ。いいでしょう。傷を癒したな。ありがとう。行くよ。足止めさせてもらう。
かかってきな。手加減できねえぞ。狂乱よ、巻き起これ。ここからだ。いや、おめえ。出番か。もらっとくよ。行くぜ。はいよ。すまない。傷を癒したのだ。誰に？くっ。どうする？悪いか。投稿しエベルよ。行きますか。はっ。ほらほら。いざ。かかってきな。氷を切り裂け。おらおら。ここからだ。もののため大剣将ブランドよ。よし。まだまだだ。やれやれ、あんた何も反省してねえな。クビになったのは裏で汚えことしてたからだろ。だが秘書さんよ、この木に反省するってんなら俺があんたを雇うぜ。何？つっても今は無理かな。ろくな資金もねえ。おやっさんから蒸気機関を買った後の話だ。本気で思っているのか。800億を調達できると。さあな。だが信じてる。てめえが信じなきゃ何事もなすことはできねえ。あんたの異常な執念、才能だ。
きっといい働き手になるぜ。待っててくれ、秘書さん。俺が必ず雇ってみせる。私の負けだ。まったく、無茶をするやつめ。君はきっと、どんな人間も雇ってしまうのだろうな。誰にだって向いてる仕事があるもんさ。ああ、そういや、百貨店の報告に来たんだった。ほう、心待ちにしていたぞ。景気はどうだね。驚くなよ。さあ、ご注目。この懐中時計を見てってよ。開店記念の大サービス、もう一つおまけしちゃうよ。こっちにもちょうだい。俺にも俺にも。えい、赤字覚悟だ。持ってけ、こんちくしょう。おお、この活気はまさしくかつてのウェルグローブだ。一体どんな魔法を使ったのかね、パルテテオ。第一に、いいものを安く売るってやつだな。仕入れを一元化し、大量の品をまとめて運べるようにしたのさ。そうすっと輸送のコストが下がるから、商品もより安くできるってわけよ。次に百貨店だ。何でも同じ場所で買えたら便利だろ。ついでに他の店の品も買ったりしてな。つまりお客がたくさん集まるよう設計されてんだ。盛り上がって当然。こいつらが活気の元になってるのさ。あとは熱意かな。この光景を父にも見せたかったよ。ありがとう、パルテティオ。君の価値を認める。約束通り、800億リーフを渡そう。なんだこりゃ。小切手だ。いつでも金を渡すという証さ。なんせ800億だ。渡しても持っては帰れないだろう。お、確かにそうだな。おや、不満ならシルクでもつけようか。いや、いい。アルロンドが言うなら信じるぜ。そうだ、こっちも必ず返すって誓約書を。必要ない。手付金ならもうもらっている。それは俺が渡した一リーフ銀貨じゃねえか。いかにも。これこそ何者にも代えがたい約束の証だ。アルロンド。よし、こいつで蒸気機関を買い取ってくるぜ。ところで、君は本当にロックと契約を交わしたのか。彼ほどの商売人が蒸気機関を手放すとは思えない。ロックを信用するな、アルテディオ。
何を考えているか相手の耳なりよく考えるのだ。わかったぜ。ありがとうさん、アルロンド。パルテティオさん。うわっ、オリじゃねえか。どこから現れやがった。特ダネですよ。ロック氏が声明を出したんです。蒸気機関についての重大な発表があると。このタイミングで。どういう風の吹き回しだ。俺がもたついてる間にしびれ切らしちまったのか。とりあえず行ってみるしかねえか。ってことはまさかお金を調達できたんですか。まあよ。特ダネがここにも。兄様にも伝えなきゃ。信じてましたよ、パルテティオさん。あ、ちょっとお待ちを。発表がある場所はロック島という孤島です。私有地でして定期便もなく、自前の船でもないといけません。へへ、船ならあるぜ。テリーから買ったとびっきりのやつがな。